山へ。これが脳の位置。ここが本願。で、これをどうぞ。はい。まず、思いっきり上げてください。ここに上げて、ずーっとずーっと上げて。そこに山がありました。それが脳みそ。で、そこが本願。大体どの魚の魚でしょ。大体魚締めるときってみんな言うとこは、地べたで締めてね。こういう上で締めたら危ないよ。長靴何回も僕は突き刺したことあるから、こうしてきて、クエとか。だから魚締めるときはなるべく下。で、足で押さえた方がいい。足汚いとかいいから足で押さえた方がいいよ、絶対。足でどこ押さえるかって、ここ押さえる。こういう感じで。暴れないから。じゃないとね、怪我するよ、本当に。いくよ。ここね、ここ見える？そしてここで体操を上げる。血管とあれ何その腎臓を切ってる。ほんでほとんどの人がしてるのね、これだけ。出らんから心臓ポンプとかなんとかかんとか言ってるけど出てないからごめんやけど。今度押さえます。次の日にはここベタベタになってると思う。水分出してで水分出た分はこう変えてあげないと、ここに濡れっぱなしやったら出したものをこのストーンとするから、ペーパーをきちんと交換してあげて。いい？今出てきたのがこれが神経ね、みんなの大好きなね。これ出したいんやろみんな。これが神経。これね、これは神経ね。だけど大きくなってから2個あるの。どういうことかって言ったら、ちゃんと行って帰ってくる道があるってこと。だから普通は1個の穴になってるの。うなぎはこれ。ちょっともう尻尾切ってるからこれ切れてるけど、ちゃんと血管、動脈と静脈がちゃんとあるの。で、上の穴を通せば、ここの上の方の穴を通せば、骨の下に行って、骨の下から今度腎臓に行って、腎臓がエラに行く。で、エラから回って振動に行って戻ってくるのがここだ。で、骨が普通は振動がここにあって、エラがあって、ここの血を抜いてる。普通はじゃなくて、ここは、ここに振動っていうのが抜いてるから、